ヘンリー・ファインドマンヘンリー・ファインドマンは、イギリスの政治家、新聞記者。1842年、法廷弁護士の子として、ロンドンで生まれた。ケンブリッジ大学で学ぶ。はじめは、父親と同じく、イギリス保守党党員であり、フェルディナント・ラスサール、カール・マルクスに関心を抱き、共産党宣言、資本論などを通じて、社会主義思想に傾いていった。 1881年、イギリス初の社会主義政党である、社会民主連盟を創設する。ウィリアム・モリスや、エリノア・マルクス、アニー・ベサント、ラムゼー・マクドナルド、エドワード・カーペンター、イーリス・ネズビットなどが著名なメンバーだった。土地、銀行、鉄道の国有化や、初等教育の無償化など社会主義的な要求を掲げ、以後、彼は、 マルクス主義的社会主義の理論的紹介、組織化に努めた。しかし、その独裁的性格もあって、党内をまとめることができず、1884年末には、モリスやマルクスが脱退した。1900年、労働代表委員会に合流するが、革命主義的な立場を取ったため、議会主義的な労働党には加わらなかった。独特の帝国構想を持っており、 ベンジャミン・ディズレーリとも接触していた。1905年にはインドの自治を訴えて、後のインド共産党やヒンドゥーナショナリズムの創設者たちとインディアハウスを創設した。第一次世界大戦中は愛国的立場を取ってイギリスの参戦を主張し、1916年に国家社会主義党を結成し、ジョン・ヨゼフ・ジョーンズら党員3名を議会進出させている。 1921年に死去。キャラハン、ソシアリスム・イン・ブリテンシンス1884、ピコグラム、17ハット AB、社会民主連盟。y-history.net。2020年10月26日閲覧。フォンポジハマー2005、P435 ハットラドハン1997、P35 ハットボット2001、P81。 インディアハウスシャヤムジー・クリシュ・ナ・バーマ、メモリアル・ソサエティ、ハット・マックス・ビア、A History of British Socialism。ありがとうございます。